なあ霊夢、実は日本って地政学的にめちゃくちゃ有利な場所にあることを知っているか？え、そうなの？だって、海に囲まれてて外国に行くには不便だし、安全保障上も今は緊張状態にあるし、有利だって言われても納得できないんだけど。地政学の観点から見ると、日本は他の国には比べ物にならないぐらい有利だと言えるんだ。世界一と言ってもいいほどにな。世界一。人生で一度は外国に住んでみたいと思ってたけど、もし本当に日本が世界一なら、もうずっと日本に住み続けるわ。どういう意味で日本が世界一有利だと言えるのか知りたい。では今回は、なぜ日本が地政学的に最強なのかを地理的、軍事的な面など、いろいろな角度から分析していこう。行きましょう。そもそも地政学ってどういう学問なの？初めて聞いた言葉なんだけど。地政学というのは地理学と政治学を合わせた言葉だな。地政学とは、自分たちの住んでいる国の地理的条件を考え、隣国する国など、他国との関係性や世界経済を、国際的な視点で考える学問だ。国際政治のことを考えようとすると、その国がどういった場所にあるのか、どういった地理的な条件を持っているのかはすごく重要な要因になる。そうなの？もちろんそうだぞ。例えば日本は今海に囲まれていて、陸続きになっている国は存在しないが、日本がもし大陸と繋がっていたとしたら、どうなっていたと思う？もちろん、今までの歴史は大きく変わってしまっていたでしょうね。そうだろ？それに例えば気候や自然条件も地理的条件の一つだ。日本は災害が多い国だが、日本列島がもし災害が一切起きない場所だったとしたら、それも国際政治にとって大きな影響がある。地理的条件というのは国の政治にとって無視できないことなんだ。なるほどね。そう言われると地政学って、政治を考える上で当然なことだと思えるわ。でも、こういった学問のことを今まであまり聞いたことがなかったのはなぜかしら。そうだろうな。地政学というのは長らく、ネガティブなものとしてタブー視されていたんだ。そうなの？なぜタブー視されてきていたのかしら。それには歴史的経緯がある。日本では地政学は、大日本帝国時代の帝国主義的な政策と深く結びついていたんだ。ドイツのハウスホーファーという地政学の教授の理論を理由として、日本は侵略的な政策を取ることになった。そして、第二次世界大戦が終結すると、ドイツではハウスホーファーが戦争犯罪人と扱われたんだ。ふむふむ、日本でも、ハウスホーファーの理論を参照して、大東亜共栄圏を推進してきた人々は、戦争犯罪人としての権利をかけられることになった。アメリカが主導する GHQ も、地政学を軍国主義と結びつく、危険な思想とみなしていたんだ。なるほどね。政治をうまく転がすために、都合よく使われてきてしまったから、禁止されたということなのね。そうだな。しかし悪用はダメだが、正しく使うと必須になる学問でもある。そうよね。例えば包丁だって人を傷つけるために使ってしまったら武器になってしまうけど、美味しい料理を作るためには欠かせない道具だもの。そういうことだ。どんなものでもその有益性を理解して、正しく使うことが全体の利益になるってことだな。で、その禁止されてた地政学が再注目されたのはなぜなの？アメリカの国務長官も務めた国際政治学者である、ヘンリー・キッシンジャーの著書で地政学が取り上げられたことをきっかけの一つとする人もいる。1990年代に冷戦が終結したが、その後も世界は平和になったわけではない。そうね、領土問題とか民族問題とか、新しい対立や紛争はどこかで必ず起こっているわ。現在ではウクライナとロシアの戦争や、パレスチナ問題などだな。そういった大きな問題を見ていく上で、複雑な問題を地政学と照らし合わせることで、紛争の構図や対立構造などを読み解く鍵になると考えられ始めたということだ。地政学についてとてもよくわかったわ。それで、地政学的に見ると日本が世界一有利だっていうのはどういう意味なの？ここで先に、地政学の用語で重要な、ランドパワーとシーパワーという言葉の概念を、説明しておこう。海の力と陸の力、ということかしら。そうだ。これらの言葉は国家が発揮する影響力を示す概念で、陸続きで他国と国境を接している。中国やロシアのような大陸国家はランドパワー、島国である日本やイギリスのように、長い海岸線を持つ海洋国家はシーパワーと呼ばれている。この概念によると、アメリカもシーパワーの国だと言えるんだ。そうなの？アメリカも島国と言われるとなんだか違和感があるわ。そのイメージはわかるぞ。しかし、アメリカは国土の東西に海があり、海岸線が長いので、地政学的にはアメリカは大きな島とみなして考える。ランドパワーでは陸続きで国が接しているから、
昔から国境を越えて陸続きに侵略したり、されたりといった歴史を持つ国が多い。しかしシーパワーの国は周囲を海で囲まれているから、侵略されていることはそう多くないんだ。なるほどね。ランドパワーとシーパワーではどちらが有利なのかしら。それはその時代時代で移り変わってきたんだ。昔は航海技術が未発達だったので、ランドパワーが優位だった。物流は陸伝いのものしかなかったから、文化や物流などを手に入れるには陸が続いている国の方が圧倒的に有利だったんだな。ふむふむ。しかし、大航海時代になると、航海技術を持った国が優勢になってくる。ポルトガルやスペインなど、シーパワーを持った国の時代が到来するんだ。しかしこれもずっと続くわけではない。19世紀になって鉄道が登場すると、今度は陸上の輸送網が発達して、そういった状況を手に入れられた国が強くなる。ロシアやドイツなどのランドパワーが優勢になったんだ。科学技術の進歩で、その時々で入れ替わっていくのね。また、20世紀になると海軍力を持っているアメリカなどが成長していくことになる。ここでまた、シーパワーの時代が来たと言えるだろうな。現代でも海を握ることは国家によって重要な要素になっている。例えば2022年に勃発したロシアとウクライナの戦争でも、海が鍵になっているんだ。でも、ロシアとウクライナは陸で繋がってるでしょ？それで戦争になっているのだと思ってたわ。ウクライナとロシアは、内海である黒海をめぐって戦っていると言ってもいいんだ。黒海に突き出したクリミア半島は戦略上重要な拠点で、ここを争って何世紀にもわたって係争が続いている。これは黒海におけるシーパワーを手にする戦いであるとも言えるんだ。なるほど。ここで日本の地理的な優位性を見ていこう。日本は島国だよな。日本は国土を海に囲まれているからシーパワーの国だと言えるわね。そうだ。日本は歴史的に侵略を受けた回数が非常に少ない国なんだ。日本は侵略するのがものすごく難しい場所だということだな。そういう意味で日本は地政学的に見てとても強い国だと言えるわね。侵略される可能性が低いということは、その分他のことに力を使えるということでもある。外敵にさらされることなく貿易を行えるから、国力を上げることができるということだ。だから、シーパワーである国は強い国が多い。イギリスもアメリカもそうだもんね。また、日本がある場所はユーラシア大陸の東の端、第一列島線の中核にある。この地図を見てみてくれ。いつも見ている地図が逆になっているのね。こういう構図にしてみれば、日本の場所の重要性がよくわかるだろ？ロシアや中国、北朝鮮などが太平洋に出ていこうとするとき、必ず日本をまたがなければいけない。太平洋に出るための壁になっているんだ。確かに、それらの国にとっては日本はとても邪魔な位置にあると言っても良さそうね。もし日本がなければ、もしくは、日本がアメリカと同盟関係になければ、ロシアや中国は今すでに太平洋を手にしていたはずだ。そういう意味で、日本は世界的にも最も重要な場所に位置していると言っても過言ではない。なるほどね。特に中国は、海の覇権を狙っている。その中国を抑える存在として、日本は今重要な立ち位置にあるんだ。どういうこと？中国は南シナ海に対してかなり広大な権利を主張している。それは九段線と呼ばれるもので、南沙諸島一帯から台湾にかけてを全て自国の領土であるとするものだ。でも、これは中国が勝手に言ってるだけなんでしょ？実際はこの範囲が全部中国の領土じゃないし、台湾だって中国のものではないわよね。もちろんそうだ。中国は台湾を中国の一部であるとして、自らの領土として統一しようとしていたり、南シナ海で干渉を埋め立てて人工島を作ったりなど、身勝手な行動を繰り返している。こういった中国の海洋進出を食い止めるために、日本は大きな役割を担っている。そういった中国の動きを止めるために、日本はどんな働きをするのかしら。大きくはアメリカとの同盟関係だな。実は日本が同盟を結んでいるのは、アメリカとだけなんだ。そうなの？でも、日本と仲良くしている国はたくさんあるでしょう？いろんな国と同盟を結んでるのかと思ってたわ。同盟というのはそんなに軽々しく結ぶものじゃないぞ。同盟というのはとても重い約束なんだ。同盟は経済的な協力や、災害時に支援するといった約束の他に、万が一他国から攻められた時には自国を攻められたのと同じように、軍隊を出して一緒に戦うという盟約でもある。ということは、同盟を結んだ国とは一心同体とも言えるわね。そうだ。だから、同盟を結んだ国同士というのは他にはない信頼関係があるということだ。でも、日本の周辺では今、安全保障が緊張状態にあるわ。日本は仲の良い周辺国とどんどん同盟を結んでいけばいいんじゃないかしら。同盟ほどのつながりではないが、準同盟国というのがある。準同盟国？準同盟国というのは、同盟を結んでいるほどではないが、
同盟を結んでいるほど親密で、強力な結びつきがある国のことだ。日本にとっての準同盟国は5つ。カナダ、オーストラリア、インド、フランス、イギリスだ。ほうほう。2019年には、カナダと日本が調印した物品役務相互提供協定、通称 ACSA という協定が発効した。この協定は、両国が作戦行動や演習の際に、装備品及び物品を相互に有効利用できるようにするものだ。要は、有事や災害の際に、日本の自衛隊とカナダ軍との間で施設や物品、武器、弾薬などを提供し合えるという協定になっている。なるほど。カナダとの強固な協力関係がよくわかったわ。他の国とはどうなの？また、先ほど行った ACSA はインドやオーストラリアとも締結している。さらに、自由や民主主義、法の支配といった基本的価値を共有する日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4カ国の枠組みも結ばれている。中国は4カ国のこの動きに対して、時代遅れだとか冷戦思考だとか言って非難しているがな。中国への警戒からこの枠組みを結んだというのに、何を言っているのかしら。オーストラリアとはこれだけではなく、もっと強いつながりで結ばれているぞ。日本とオーストラリアは、中国を念頭に近年安全保障面での協力を強化している。日本とオーストラリアは、軍事情報包括保護協定を結んでいる上、自衛隊とオーストラリア軍が共同訓練などで、相互に訪問する際の手続きなどを定めた、円滑化協定に署名しているんだ。これは在日米軍の日米地位協定のようなもので、自衛隊とオーストラリア軍が、お互いの国で共同訓練などを実施する際の手続きや、部隊の法的地位などを定めるなど、協力の基礎になるものだ。今後は日豪安保宣言を結び、日本の第二の同盟国となるのがオーストラリアだと見られている。心強いわ。また先ほど説明した円滑化協定は、フランスとも締結に向けた交渉が開始されるとのことだ。フランスというとヨーロッパの遠い国で、インド太平洋地域にはあまり関係がなさそうに見えるが、そのフランスをインド太平洋地域へさらなる関与を強めてもらいたいという考えでこのような動きは進んでいる。日本とフランスは過去にも、水中無人機などの共同開発の協定を結んでおり、これも日本のシーパワーを活かせる重要なつながりだと言えるだろうな。イギリスとはどうなの？現在まさに進んでいる話だが、日本はイギリス、イタリアと次世代戦闘機の共同開発を進めているんだ。これに関しては2024年に、この次世代戦闘機の第三国への装備移転の話で議論が沸き起こっている。そうなの？共同開発した戦闘機を他の国にも輸出するということでしょう？そうなんだが、日本は長らく、防衛装備移転三原則において、武器輸出を制限していたんだ。装備品を輸出する際には、1、紛争当事国への移転などを禁止、2、国際協力や日本の安保に資する、3、目的外使用や第三国への移転は事前に日本の同意が必要、という3つの原則なんだ。日本は専守防衛の考え方から、軍備というものは日本を守るために使われるべきもので、他国を攻めるものではないということが念頭にあるものね。そうだ。だから、敵の基地を攻撃する能力、高度な殺傷能力を持つ武器を他国に輸出するのは日本の考え方からすると、間違っているという議論があったんだな。しかし、輸出ができないとなればイギリス、イタリアとのパートナーシップも足踏みしてしまい、共同開発において日本がリーダーシップを振るえなくなるからな。中国のやりたいようにさせないためにも、他国との連携は最も重要なことだと思うわ。そういうことだ。太平洋周辺の平和を守るためには日本の果たす役割は大きいからな。これこそまさに、地政学的に日本の重要性が見えてくると思うぜ。今までは軍事的な日本の存在感を見てきたけど、それ以外にはどういった地政学的に有利な点があるのかしら。また、周囲を海に囲まれているというのは経済的にも大きな意味があるんだ。どういうこと？日本は国土の面積で言うと世界のランキングの中では62位となっており、決して大きな国土を持つ国ではない。そうね。しかし、周囲を海に囲まれているため、日本は国土の約12倍もの排他的経済水域を持っている。排他的経済水域の面積は世界でも6番目だ。あれだけ広大な国土を持つ中国ですら、排他的経済水域は日本の5分の1程度だからな。排他的経済水域って？排他的経済水域は、沿岸国が天然資源の探査開発などを含めた経済的活動についての主権的権利と、海洋の科学的調査、海洋環境の保護保全等についての管轄権を持っている水域だ。要はこのエリアでは日本が資源を自国のものだと言えるということでいいのかしら。そういうことだな。この海域にある生物、鉱物などの資源を調査、開発、保存する権利を持つ。しかし権利だけではないぞ。
この範囲の環境を適切に管理する責任も担うんだ。なるほどね。それだけ広い海で経済活動をする権利があれば、お魚が取り放題だわ。もちろん、魚介類などが豊富だということは日本の優位な部分の一つだ。日本列島は南北、東西に広く広がっている。排他的経済水域もその通りだ。流氷が訪れるオホーツク海から、世界的にも有数な珊瑚礁が形成される沖縄周辺の海まで、様々な様相を見ることができる。それだけ滝に富んだ、豊かな海に囲まれているということよね。そうだな、さらに南からの暖かい海水を運んでくる黒潮、北から栄養豊富な水を運んでくる親潮などの海流が存在することで、日本の周辺は非常に多様性に富んだ生態系が形成されている。日本周辺の海域には3万3000種もの生き物が確認されていて、全世界で見ることのできる生物の 15% もの種類が存在していると言われているんだ。これは世界有数の生物多様性に富んだ地域なんだぜ。海洋生物資源だけでもすごく豊かな地域だということだわ。また、資源は生き物だけではない。日本は陸、海ともに豊かな鉱物資源を持った国なんだ。でも、日本は資源がない国というイメージだわ。石油も天然ガスも取れないし。確かに日本はエネルギー鉱物資源に乏しく、現在はその需要のほとんどを輸入に頼っている。しかし、今日本の領海排他的経済水域にある海洋エネルギーや鉱物資源に注目が集まっているんだ。海に資源があるの、具体的にどんなものが取れるのかしら。海洋エネルギーとしてはメタンハイドレート、石油、天然ガスなどが埋蔵されている。また、海洋鉱物資源としては海底熱水鉱床や、コバルトリッチクラスト、マンガン段階、レアアースデイなどがある。まずメタンハイドレートだが、これはエネルギーの資源であるメタンガスが、水分子と結びついてシャーベット状になって堆積しているものだ。日本の管轄海域の海底には、12兆立方メートル以上と推定されるメタンハイドレートがあると言われていて、これは日本人が使う天然ガスの100年分以上が、日本の海底に存在していることになるんだ。100年分、すごい量ね。これだけあれば、日本はエネルギーを輸入しなくて済むわ。そうなんだ。エネルギーを輸入しなくてはいけないということは、日本のエネルギー供給は非常に不安定だということだからな。日本が今後も安定して発展していくために、自国内でエネルギーを供給できるというのは非常に重要なことなんだ。エネルギーはメタンハイドレートを掘れば完璧ね。他の資源はどういったものなの？日本列島は火山地帯に属している。言うなればマグマの上にあるのが日本だ。地下深くに浸透した海水がマグマによって熱せられ、地殻から有用元素を抽出した熱が海底に吹き出した後海水で冷やされ、そこで金属が沈殿したものを海底熱水鉱床と言うんだが、日本周辺の海には海底熱水鉱床がたくさんあるんだ。ほうほう、有用な金属がたくさんあるの？もちろんだ。良質な銅、鉛、亜鉛、金、銀等の金属が採掘できると考えられている。また、南鳥島周辺にはレアアースデイが膨大な量埋蔵されていることがわかっているぞ。レアアース、というからには珍しい鉱物ということよね。現在レアアースの供給は中国が世界の8割を占めているんだ。レアアースというのはセリウムやイットリウムを含む、17種類の気土類元素のことを言うんだけど、これらの金属はその特性から、風力発電タービン、医療機器、ドローン、電気自動車 EV、電子ディスプレイなど現代の技術には欠かせないものとなっている。そんな大事な資源が中国だけに握られているというのは不安だわ。そうだな。中国がもしこれらの金属の値段を釣り上げたり、輸出をしないと言い出せば、世界全体に影響する。そういった意味でも日本で採掘できれば、世界的にも優位な立場に立てると言っていいだろう。南鳥島の周辺にはたくさんレアアースがあるの？すごい量だぞ。なんせ、日本の国内需要の3000年分が南鳥島周辺に眠っていると言われているんだ。それはすごいわ。しかし、海から掘り出すのは陸地を掘って採掘するよりも、高度な技術が必要だからな。現在はこれらのレアアースが含まれているレアアースデイを、深海6000メートルから吸い上げる技術が研究されている段階だ。いくら埋蔵量がたくさんあっても、掘り出せなきゃ意味がないし、掘り出す時のコストに見合わなければ活用することはできない。そういうことか。日本の周辺の資源は海から取らなければいけないということを常に考える必要があるものね。最後に紹介したいのは日本の気候についてだ。日本がまず有利なのは豊富な水資源だな。水？海に囲まれてるから？飲料水や生活水には海水は使えないぞ。日本は温暖な気候で、世界的に見ても降水量が多く、水の豊かな国だ。もちろん局所的に水不足が発生することはあるが、他国と比べても十分に水を確保できる国だと言えるぞ。
その印象はあるけど、水ってそこまで大事なものなの？もちろんだぞ。例えば中東は石油がたくさん取れるが、石油が取れても水がなければ人間は生きていけないからな。中東などは乾燥している地域で、飲料水すら確保がままならない。日本でいると水はいつでも手に入るものという印象があるが、中東などでは水はとても貴重な資源なんだ。なるほどね。また、大陸に所属する国は、自国の川を流れている水の水源地が実は他国だということもあるんだ。もちろんそういう場合もあるでしょうね。でもそれじゃあ、例えば上流で水をせき止められてしまったら、干上がっちゃうということもあり得るわけ？そうだな。また、上流で川の水を汚染してしまうといったようなことも考えられる。考え方によっては、戦争を仕掛けるよりもこういったやり方の方が被害が大きいだろうな。そうよね。水は全ての人の生活に関わるもの。こういう意味で、日本は水資源の確保をどこの国にも頼らなくてもいい立場にある。これもまた、地政学的に見て世界的にも有利な国だと言えるんだ。今回は日本が地政学的に有利だということがよくわかったわ。日本のある場所の重要性や、持っている資源、気候の素晴らしさなど、日本という国のいろいろな側面が見られたわね。地政学という学問が再注目されてきて、日本もさらにその有利さを生かして国際社会で存在感を増していけるだろうと思うぜ。そのためには、地政学に注目し、学んでいく人が増えるのが望ましいな。今回の動画はここまでだが、再注目されている地政学というものに対する考えや、地政学的観点から見た日本について、コメント欄に意見を書いてくれると嬉しいぜ。高評価グッドボタンと、チャンネル登録もお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。